この少年の目標は一つだけで、それは彼の町を救うことです。彼は成功しますか？何をしますか？先に道はありません。彼は戻ってきます。私たちに静かに来てください。今どこに行きますか？あはははははは。彼はその危険な道に戻っています。彼は何をしますか？彼はこの危険な道をどのように横断しますか？少年、彼は興奮して心を失った。誰もその壁を越えることはできません。シバ、違いますか？魔王。あなたのズボン、これは信じられない。誰もあえて岩の柱で自転車を運転することはできません。あなたは後で爆弾を最初の仕上げします。しかし、どうやってここから脱出しますか？おじの小さな男の子と呼ばないで、他に何と呼べばいいの？私の名前はシバです。わあ。
水中で火をつけたかった。あなたはただの子供です。ドワラン様ヒデオは彼を男の子とは呼ばない。彼はたくさん、私は男の子を男の子としてのみ演説します。男の子、男の子、星の小さな男の子と呼ばないで、ははは。やあ、ば、まあ、やあ、あー、ば、まあ、やあ、あー、あー、ば、まあ、やあ、あー、ば、まあ、やあ、あー、う、ば、まあ、やあ、あー、うん、おじさんが間違えた。私はあなたを何と呼ぶべきですか。私はシバです。私の名前はシバです。うぅ、うぅ、うぅ、あはは、あはは、うぅ、あー、水中で火をつけたかった。さあ、デカザンの火を消します。残りわずか15分。ラデューシー、あなたは彼の世話をします。なぜ私はシバと呼んでいるのですか。シバはベーダの町を勇敢に救いました。敬礼します。地震、地震、地震。
そこにはただ歩いてきた道と花の園、白く眩しく暖かい場所、流れゆく映像はまた安らぎたちの待ち合わせ場所、流れゆく時代の中で出会えたことが迷信だと、遥か遠い未来で僕は空飛ぶ車に乗ってるんだ、いつかはみんなおじいちゃんおばあちゃんです、何かしら次につなぐ、次第にはツイスター泥棒。